はい、皆さんこんにちは。今日も楽しくゲワランチを始めていきたいと思います。え、今日はですね、実は私男性のゲストを呼ぶのは初めてです。私が授業中に発見しました。発見しました。素敵な先輩をご紹介したいと思います。3年生の自己紹介してます。そうだね。ではこんにちは。英語文化コミュニケーション3年の佐藤大地です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当にお話の前からすごくて、今日は素敵なお話がたくさん聞けると思います。でですね、なんで今日私が大地さんをお呼びしたかと言いますと、視覚芸術論という授業で初めて一緒になりまして、全然お話ししたことはなかったんですけど、いつも発表の内容とかすごい面白かったりしたので、ぜひ取り上げさせていただこうと思って今日はお呼びしました。でそんな素敵どころのたくさんある大地さんなんですが、今日は3つに厳選してポイントを絞ってお話をしていただきたいと思います。でまず私が素敵と思ったポイント1つ目はアルバイトの話をしていただきたいと思うんですけども、この前の授業の時に初めてどんなアルバイトしてるかっていうのを自分でプレゼンされてて、とても面白かったのでぜひまたここでもと思ったんですけど、はい、でまずじゃあどんなアルバイトをしているかっていうのを今回教えていただきたいなと思います。はい、喜んで、はい、ご紹介させていただきたいと思います。自分は、はい、僕は服屋さんでアルバイトをしてまして、新潟のバンダイという結構なんか繁華街みたいなところで、イッツインターナショナルという服屋さんでアルバイトをしてます。結構イッツインターナショナルっていうと知らない方が非常に、この前初めて聞きました。ね、そうです。場所言われて、あ、そこかって思った感じで、まだ全国的にもまだ知名度低くて、多分全国でも8店舗くらいしかなくて、主にあるのも関東で、地方初出店は新潟が第1号店なので、まだ知名度に低いブランドなんですけれども、コンセプト、そのブランドコンセプトが安くて非常に素材のいい、着心地のいい、そういうものをコンセプトにしているブランドで、はい、それでいてシンプルはデザインで飽きのこなくて、そういうものを、はい、メインに取り扱っているブランドになります。で前回の視覚芸術論でも、紹介して、はい、マイカちゃんも聞いてたと思うんですけど、またチョークする部分もそのところと合うんですけど、 そうですね、その時は写真で、しか紹介しなかったんですけど、今日実はこれが噂の肌触りの毛穴が喜ぶ、カットソン、これそうなんですよ、これ、はい、あれかも、これ2000円、1990円くらいなんですけど、あ、それで毛穴が喜ぶんですか。うん、毛穴が喜ぶ、2000円で、ちょっとさ、いいですか。いいよ、そうそう、マイカちゃんぜひ触ってもらって、なんかそこら辺のカットソーに比べたら絶対着心地いい。なんか私の感想としては、なんかユニクロ今シルキーじゃないですか、あれってもっとテロンテロンな感じで結構下着って感じなんだけど、これはしっかり着れる、着れるね、上に着れるから、上に着れる、はい、着れる、これ今日ね、これが今度、今これライトグレーなんだけど、そうそう今日も着てますで黒も、はい、持ってて、あ、便利ですね。これメンズで V のものなんですけど、 V だあとメンズだとあと丸首のものもあったり、あ、本当ですか。レディースも、そうそうそう、レディースだとキャミソールとタンクトップと、そうですね、あと無地のあと T シャツもあって、 T シャツでも首の形も何パターンもあって、丸首と深い U ネックと V ネックとかとか、レディースメインのブランドなんていっぱいあるんで、全部マイカさんに遊びに来てください。行きます、行きます、はい、いらっしゃるってことですか。いらっしゃるです行かせていただきます。こ、はい、んな感じで僕はその場でアルバイトしますね。はい、このお店がナショナルができたのが今年の、あ、そうだね、今年の3月オープンですね、はい、オープニングの時から、そう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 、オープニングスタッフで、はい、このお店に入りました。はい、なぜそこを聞く。なぜか、そうですね、もともと自分、もともと服が好きで、まあ、そうですね、それなりに、それがまあ根本的なものなんですけど、前働いてたお店が回転寿司屋さんなんですよ。全然違うじゃないですか。全然違う、180度変わったんですよ。
その店でもう仕事、その時の回転寿司屋さんもオープンスタッフで、それでも全部仕事、それ1年半ぐらい続けて全部ができるようになっちゃって、なんか時間の価値が遅く感じて退屈になっちゃったんですよね。それでやることをほとんどできちゃって、もうつまんねえなおいってなって、そんな時にたまたま転職したいなと思った時にこの求人たまたま見つけて、それでダメ元でやったら、あんなんか意外とあっさり受かっちゃって、ちょっとね、運命感じちゃったね。ドキッとね。そうなんですね、なんかこう、しかも芸術論の時って結構一人一人発表とかがあるんですけど、喋り方っていうかが、全然バイトは何してるか知らなかったんですけど、アパレルのお兄さんっぽいなだから、ずっと前からやってるもんと思う。いや、全然違う、もうまだまだ半年前のビギナー初心者なんですよ。今のじゃあバイトは初心者なんですか。そうだね、もう覚えることもたくさんまだあって、本当にバイトはやり、今のところやりがいが満ちてますね。はい、なお客さんとでもうまいですよね、絶対接客大した来たら多分なんか買いました。いやそんなことないよ、意外と大変でした。でもなんかあの未接世代の方もすごい可愛がられてるんだろうな。まあそうだね、逆にこっちがね、圧倒されることの方が意外と多かったりするから、ね、お、マジですか。それでも、本当だね、話しかけても、なんか、あ、そうなんですか、ふーっていなくなっちゃう結構、方も結構あるから、そういうのにめげないような心がつくね、タイムになってくるね。いや、でも本当にお話うまい。わかんないね、なんか結構漠然としてて、まだ将来ね、なんかバンドもやってたりするし、なんか服、ね、やってても、なんか、そうだね、もしいろいろなんかやばくなった場合に、ここに最終的に就職しちゃえみたいな、こねえみたいな、困ったらみたいな。いや、でも私もアプリ系のバイトはちょっと憧れで。あなんか今大変だなとか見てたんだけど、でもすごい輝いてると思ったので、それが一つ目の今日お呼びしたポイントです。それで視覚芸術論の授業っていうのは、あの主に写真、写真を自分の撮った写真とかをなんか写真を使ってプレゼンをしてるんだよ ね、 ね、なんか自己紹介しやすいように、ね、写真を使ってね発信するんだよね、そういう授業だよね。でその時に一番たくさんプレゼンを自分からされてる方ですし、あの写真今日もできていただいてるんで、ぜひここでも見ていただけたらなと思うんですけど、最近ちょっとじゃあ一押しの写真を、まあね、一番プレゼンしてるっつもただの喋りたがりやなって、ね、いやでもそれでみあの他の人たちもじゃあ行こうかなみたいなのも、ね、そうだね、じゃあね写真ね、あそこカメラなんですよ、なんかね、そうだね、さっきちょっと収録前の前方のタンポポの写真とかあったりして、はい、タンポポだとこんな感じのがあります、こんなのです、とかこれ自分家の近く、あの駐車場の近くに咲いてたタンポポなんですけど、ちょっとマクロ撮影で撮って、マクロ撮影、あの説明をマクロ撮影ですか、マクロ撮影はあの何ですかね、被写体に、被写体をなんか近づけて、なんかピントをその一点だけに集中させて周りがボケちゃうような写真の撮り方です、ね、それがなんかもうちょっと詳しく出てるよっていう。ああじゃあ、あの最近梅雨明けしましたよね、なんか梅雨明けるちょい前ぐらいにちょっとアジサイを咲いてるちょっとスポットを知ってまして、そこで撮ったアジサイなんですけど、これがこのアジサイなんですけど、これもマクロ撮影でアップで撮ってる写真で、そうですね、色すっごい綺麗ですね。そうだね、アジサイは確か土の酸の色で色が違って、青だと確か酸性かな、あれリトマス紙と、そう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 、似たような現象なんで、なんかアルカリ性だと赤かったりとか、なんかそうそう土の具合によってね色が変わるから、だからすごい綺麗でいいなとか、私の周り咲いてるの本当に白と茶色の中の外際みたいな、ちょっとなんか微妙なアジサイしか咲いてないから、そうそう、だからね、俺もこれ見たときに、これ多分育ててる管理人さん、多分土も気にしてるんだろうなと思って、青ばっかなんだよね。じゃあ
じゃあもう遠いというか見てるんでしょうね。すげーってなって、それも実は何年近くでやるんですよ。山の奥とかじゃないんだよ。そう、こんな感じ、全体とか全体だとこんな感じで、それも iPhone だ。あ、これデジカメで転送して入れてるんですよ。普段から常にデジカメ。そうだね、常にデジカメだね。デジカメ。あの辺の一眼とか。ああ、一眼ね。一眼ね、欲しいけどね、高い。なんか一の辺とかデジタル一眼。一眼はいいよ。一眼はいいよ。なんで何の写真撮るの？だって結構お花の写真とか。あ、花とかよく撮るね。なんか綺麗なもの好きだからね。なんかそういうの撮ったりするし、あとそうだね。なんかこの前あの地下建設の時にすごいなと思ったのがコンセプトみたいなの撮影をしていて、あー、テーマ決めて撮った時、そう、それがなんか誰もなんかやってなかったことだったから私すごいなって思って、なんか日本を日本じゃなく見せよう的なテーマで一回撮らせていただいて、あのバンダイのビルボードプレイスを中心にバイトの帰りにちょっと撮ってて、そうですね、なんかそれが一番多かったかもしれないです。これとかなんですけど、これ新潟市なんですけど、バンダイなんですけど、パッと見たら多分海外に見えるんじゃないかっていうぐらいの写真で、よくよく見るとどこかで見た景色なんですけど、日本語とかそういうのを全部省いて撮ってるんで、ちょっとアメリカとかハワイとかのショッピングモールみたいな感じに見えるんですよね。だからすごいなと思って。あとあのフレッシュネスバーガーのやつね、ハバガとか、ハバガとかね、あれとかもね、こうやったりしたりとかね。これも節電中じゃなかったら多分すげえ外国人、ね、目をこう細めるとそうこれとか、ね、もう一回外国っぽく見えるよね。これもすごい外国っぽく見える、ね、これとかも外国っぽくて、フレッシュネスバーガーは日本のものだけどなんかね、あそこまで英語に書いてあるから、そういうなんかコンセプトの写真とか私もちょっと面白いからなんか考えてやってみよう。何かテーマ決めてやると意外と面白い。撮ろうって思う、探して見つけてくると面白いですよね。いつもの風景も見る角度によって変わるからね、それがまた面白いんだよね。素敵なことを素晴らしい。それが写真の醍醐味だと私は思います。私もそう思います。結構私も好きで、はい、あとカメラはね、使ってるのはバンドかな、バンドのほら練習風景とか、あとライブハウスとかでライブやった後のなんか写真とか、友達に来てくれる友達にカメラ渡してこれでライブの映像撮ってとかもやってるんだけど、バンドの話もそうだね。そうだね、じゃあしてもらしましょうかね。僕は、はい、あの慶和学園大学の同級生の仲間で4人でアミニという、アニメじゃないよ、アミニだよという感じで、そこからもじったもんか、そういうわけじゃない、そうなんだけど、最初そうなんだけど、最初そうなんだけど、それだとなんかいかんやろってなって、ちょっとなんか後付けでちょっと雨のロゴとかつけたりして、なんか違うんだよっていうのをアピってるような感じです。はい、こんな感じで、そうですね、雨にはオリジナル曲をやってるバンドで、そうですね、最近今年に入ってデモテープ、これ無料配布の CD なんですけど、これ2曲入りでライブに来るともらえます。はい、宣伝です、させてください。そんなライブが、そんなライブも、はい、近々あるということで、はい、こんな感じで、はい、大学に入ってから来るのが、そうだね、うん、いや、高校の時は本当にギター自分で趣味程度につまびいてるレベルで、そうそう、あ、ギターなんですか？そう、ギター、そうそう、ギターをやってます。長いね、ずっと一人の期間長いね。そう、一人の期間長かったね。最初はアコースティックギターでなんか弾き語りとかのところから入ってるから、なんかそれの方がむしろ長くて、エレキギターは多分高校の終わりぐらいから、そうそれでもうただコロコロを弾けるレベルでずっと長いこと来て、エレキギターやっぱやりたいなってなって、高校からちょいちょい始めて、で大学で軽音部に入ってって感じで続くんで、今に至って今では月に1回ぐらい平均でライブハウスでライブやってます。すごい活動的、多分一番活動してる。そうだね、アメニさん、そうだね、慶和学園では多分一番活動してる。
カメラ目線で聞いてきない曲ってずっとオリジナル。そうだね、一番最初はあの去年自分が2年生の時のクリスマス会かの時に、確か1年生だ、1年生の時のクリスマス会の時にあの今の4人のメンバーで1回コピーバンドをやって、そこからあのやっぱオリジナルとかもやりたいねってなって、じゃあ前あたのメンバーでやってみようってよかったからっていう流れでやって今いいんだって作っていって、それで1曲目にやったのもやっぱりオリジナル、1曲コピーをやって、それからもうあとずっとオリジナルで。すごいですね。来てます、ね、今何曲ぐらい、まあ、ちょうど最近それ数えたんだよ今何曲あるんだろうねって数えて、確か11だ。すごい、11か12や。アルバムできますか。あ、フルアルバムそろそろできますそろそろリリース予定でも近々でもいいなと思った。なんかライブでやってる定番の曲 5,6 曲で、なんかミニアルバムでも作ったって、なんか本当になんか CD 屋さんで買うような、今だとアマゾンなのか分かんないけど、ちょっとパカッとピリピリピリってやって、はい、それ普通のやつをちょっと作ろうかなと思って、なんかバンドやってたっていう、なんかデモテープだけでもいいんだけど、なんか形残したくて。そうですね、せっかくそんなにたくさん曲もあるから、そうそう、ちょっと出して、はい、じゃあライブ告知させていただきますイエイ。私の所属するバンドはアメニが、ありがとうございます。7月17日ちょっともうあと3日後に迫ってる、あの日曜ですか、日曜日にちょっと場所は新潟のゴールデンピークスブラックステージというところで、あのバギラギナイトっていう、すごい名前ですね。すごい名前なんだけど、それのライブに出演します。イエーイ。あのツリーマーケッツっていうあのバンドさんがあの CD を出すんで、それのレコ発のライブになってて、はい、私たちアメリーと、あと同じ大学生で寝台とかに、寝台にいるピンクパビックさんっていうバンドと、じゃないかな、かな、わかんないこの前ティッツあ、サンセットの時とはまた違う。そうで、あとカフィーさんっていうまた大学生のバンドもいて、そうですね、そういう大学生は人たちも集まってて、はい、そんな感じで大学生で、このチケット、チケット前に時間言おうかな、4時半スタートで、あ、4時半オープンで5時にスタートします。で、雨には2番目なんで、ちょうど5時半から開始します。でチケットもこれ今前売り1800円って書いてあって、少々お高いんですけど、なんとこれ、あ、なんとお得な情報でもお高いんでしょお得な情報があって、はい、アメニから買うとこのチケット1000円になります行きたい方は、はい、ぜひ、はい、他のメンバーからも、はい、マイカちゃんもぜひトーマとかスタシからそうですねよろしければ、はい、時間があれば、ありがとうございます、はい、ここでは何曲ぐらい、ここでは5曲ぐらいやります。結構5曲やりますね。30分の持ち時間があるんで、 MC とかから決めつの30分でやらせていただきます。じゃあ練習の真っ最中ですね、はい、今日も練習あります頑張ってますもうだって3日ですね。そうそう、3日なんですよ。だから今日で最終調整かけて頑張ろうと思ってるんで、今回のライブセットリスト盛り上がるからね間違いないよぜひ宣伝をして、はい、じゃあ、はい、来たい方いましたらぜひ僕のところまでぜひ、はいはい、でもこんだけバンドあって1,000円で、はい、お得ですね。なんか本当自分たち以外のバンドもいっぱい出るんで、ぜひ見てってください。プロのミュージシャンよりも安いからいっぱい見えるし面白そうね、はい、締めに入ろう、はい、とても魅力のある方だったと思いませんかいやいや、皆さんでアルバイトしていて、写真もとても不上手でやってて、こんなモテモテなモテモテの大地さん、モテたらいいねこうやって見てる人がたくさんいると思いますが
いや本当に今日は本当にあの交渉にあの応じてくれたのが本当に火曜日。火曜日だね。ドタバタでお願いしてドタバタで OK をいただいたんで本当にありがとうございました。いいえいいえ、こちらこそ。はい、お話もしていただいて、小道具もこんなに何も言わなくても持ってきてくれたんですよ。できる男は違いますね。いいえ、とんでもない。でも本当にありがとうございました。いいえ、ありがとうございます。こっちも告知ができて、はい、非常に良かった。またなんか告知とかあれば、はい、いつでも、ね、来ていただいて、はい、じゃあまたその時は、はい、はい、ぜひ、ね、また声かけて、はい、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ来週は誰だ、花ちゃん。来週はおそらくハナタスが怪しい企画を考えていると思うので皆さんどうぞお楽しみに。それでは今日のケワランチ、これで失礼したいと思います。じゃあ皆さん、暑いですが良い一日を。またね。